はい、堤小太郎でございます。今日も堤小太郎ビッグバン、もちろんお送りするのは移動式自由自在録画スタジオビッグバン号からでございます。ここどこかなってね、また背景から推測してください。で、今日の話はウキウキのすすめっていうことで、そう、ウキウキすることってなんだろうっていうんで、今日今私はって言ったらウキウキしてるわけですよ。まあ皆さんに放送するっていうこともそうだけれども、今日はね、夕方からセミナーを受けるわけですよ。それも今まで使ったことのない Zoom っていうそういうアプリケーションがあるんだけれども、それを使って、まあ、授業を受けるというところなんです。で、じゃあそれだけだったらただの講義を受けるだけだからそんなにウキウキしないわけなんだけれども、その先生っていうのが、私がその NLP って言って、あの神経言語プログラムっていうのを一緒に、まあ、勉強してた時の一緒にいたクラスメイトがその独立して、で講師として活躍されてると。で、まあ、橋本紀子一マス開けて、で ZOOM Zoom って調べると出てくるかもしれないっていう、そんな女性、ねえ、素晴らしい女性なんだけれども、でその人と、もう NLP 私がやってたところって言ったら10年以上前なんで、10年ぶり以上ぐらいの再会と、この世は狭いもんだねとかって思うわけですよ。なのでやっぱり私っていうのは、人に対しての運っていうのがやっぱり恵まれてるっていうか、困った時とかこういう教えが欲しい時とかっていうのにちゃんとそういう人が出てくるわけですよ。ついてるよね私って。なので、まあ皆さんにですね、その気持ちをなんていうお裾分けっていうことで、はい、放送しております。じゃあ皆さんはって言ったら、どうやってウキウキすればいいのとか言って、ちょっとだけいつもと違うっていうことをすれば、じゃあいいんじゃないのって、楽しいことでね。で、例えば新しいカッターシャツに袖を通してみるとか、新しいネクタイをつけてみるとか、あと散髪で思いっきり髪型を変えてみるとか、女性だったら新しい色のアイライナーをつけてみるとか、なんかチークをつけるとかっていうことで気分をちょっと変えてみるとか、そういうのもありかななんて思うわけですよ。そうすると日頃とちょっとだけ違う、そんな自分に、ウキウキしてくると思うので、これはですね、皆さんも、やってみてはいかがかななんて思うわけです。で、おまけの話、おまけの話でリラックスするっていうことに対しても、お話をしていこうかなと思うわけ。で、おまけの話でリラックスなんだけれども、リラックスしたい時とかってどうすればいいんですかとかって、特になんか、寝つきが悪いなとかっていう時にこれ効能があったんだけども、YouTube でね、ひろゆきさんっていう人がね、話してたやつなんだけれども、これ実際にやってみて効果てきめんだったやつっていうのを皆さんに、例えば、あーから始まる言葉っていうので、例えばどんどん関係のない言葉わざとを浮かべていくっていうの、例えばありとか、あかとか、アナルとかなんかそういうやつだ。だからね、例えば A から始まったら、エロ本とかなんかあるじゃん。でエロ本とエロビデオってはエロが重なるからダメとかね、そういうので関係のない言葉っていうのをどんどん浮かべていくと、どうやら脳がね、騙されちゃってね、なんていうの、ほんわかしたような感じになってくるんですよ。これはね、本当に20個ぐらいね、単語思い浮かべてるうちに自然と寝ちゃってるんで、私が、皆さんもですね、これも、まあ一つのリラックスの方法として、まあ目を閉じて関係のない言葉を思い浮かべてみるっていうのもありかなって。これだったら業務中でも数分でできることなんで、まあちょっと目を閉じてとかって、トイレ行ってくるわとか言って、トイレの中でやってもよしだしーとかっていうやつですよ。まあ、その寝ちゃったらダメだよ。
なのでいろんなことをですね皆様に発信していきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくどうぞって感じですよね。では次の動画でお会いしましょう。シャバドドビアバシャバドビアダバダバダ、習ったことはまた教えるからね。はい。